君と私しか知らない。しかり君に頼みがある。苦にしてやる必要などない。より厄介な敵となって舞い戻ってくるからだ。あらぬ限り決して助力に入るな。貴様を刻んで海に撒く。黒魔でおらぬのは貴様だ、人工。これが機関室を張って、これで誰も援軍を送れぬ。必要か。この瞬間のためだ。魔物よ、魂に悔いの残らぬ道を進む。怪物め、避けきれぬ。この体勢ではかわせぬ。ジンコ、任務は奴の撃滅だ。たとえ全身の骨が砕けようと奴を倒せなければ奴彼は太宰さんの負で貴様という新品に乗り換えた。全ては試練なのでは。あの夜、あの福地王子が。違う。まだやばいやばい、寝過ごした。ここを絞ると脳の血液不足で奴がれは約束は守る。当然だろう。太宰さんが無策、絶対の戦法が存在する。故に国庫絶走に逃げ決めはない。最初の一撃で奴を仕留める。太宰さんは必ず奴がれを認める。存在しない。貴様が約束を守る保証はない。どうした、殺した。貴様を倒す。それが誰にも言っていないが、肺の病、残された時間の中で太宰さん、すまぬな。言った。太宰さんを落胆させるわけにはいかない。ジェンコ！だが雨の御前は敗北の主。ただ行動あるのみ。